女の子の股間に生えてるのまんげだろう。いやでもなんかこれどっから始まるんやろ。これさ、言うたら、うわびっくりした、怖い、もう怖い。お前さ、コメントやめろよマジで。もう視聴者に騙され、視聴者になんか後ろから背中刺されたわ。ビビった視聴者に背中刺されるとは。人形いなくなっとる。あ、こいつもいなくなっとる。全員いなくなっとる。すげえ、全員出払った、ついに。マジで全てのフラグを回収してもらったら、全員出払っている。ということは、あいつらを探す旅、あの、ヤモリと、あいつ、何しようかな、あの、なんかその、能面のこと、あの、納豆オカメちゃん。納豆オカメちゃんとヤモリを探す旅に出ます、今から。納豆オカメとヤモリがどっか行っちまった。俺の大好きなよ、あの二人が。二人で、三人で暮らそうって、あの時約束したのに。あいつらはそれが嫌だったらしいな。残念だよ。これ戻ったらいいってこと？戻れるー。これ最大の今日を待とれろ。怖い。怖い。怖くない？怖い？怖くない？怖い？怖くない？怖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 い？これ戻れるんじゃね、もう終わりじゃない。あ、待って待って、早く早く帰ろう、早く帰ろう、もう帰っちゃう、帰っちゃう、帰っちゃう、帰れ帰れ、絶対帰れ、絶対帰れ、帰れないんだよ、帰れない、まだ帰れない、娘二人を探す。ほらもうだって俺の下痢でしょこれ。俺の下痢ゾーンやろ、俺の下痢ゾーンやろ。2階なのか1階なのか分からんけど、まあ、とりあえずなんかそこら辺をね、うろうろしてみようと思います。どうやら答えは2階にあるみたいな。2階に行きましょう。じゃあ2階に行くまでの道はまあ余裕でしょ。コラ飲もうぜ。ああ怖えよマジで。なんでこんな怖い。なんかさ、恐怖心を煽るよな。恐怖心を煽るってさ、こんなに、なんかピチャピチャ言わんかった今。スマートフォン投げました。今何が起こった今。なんかさ、おっさんが立てなかった、なんかさ、呪われた人間がおったよな今な。亡者が出てたよな、亡者が。亡者がなんか俺の方見てさ、おい、俺と一緒にお料理しねえかって。もこみち、もしかして。今のはまさか、早見もこみちだ。俺と一緒に料理がしたかった。ただのもこみちの霊。まさかあれはもこみち。ということは、あそこのさ、包丁の刃についたら、あの、赤いもの、あれまだトマトじゃない？もしかして。オリーブオイルが腐ったやつがトマトか、どっちかあるこれ、完全に。もこみち、お前。すまねえ、もこみち。お前と料理をすることはできない。俺はこの家から帰って、YouTube で動画を上げなきゃいけない。わかるか、もこみち。お前にもジョブがあり、俺にもジョブがある。お互いに背負っているものがあるんだ。お互いに背負っているもの。お互いのやるべきこと。それをまずは、まあ、どうしようじゃないか、もこみち。考え直せ、もこみち。いや、怖いよ。どこ行っても全部怖い。なんなのこれ。要はさ、今までさ、これ怪しくね、でもなんもないよね。へへん、みたいなところさ、全部動き出すってことやろ。それ怖すぎるやろ。ライトの全自動。すべてが作動した。やべえ、一つのスイッチを押した瞬間にさ、すべてのトラップが作動する。最悪。なにこれ、脱出不可能の家。もうこれさ、ドアのさ、足音がさ、なんかと遅れてくるのがマジ腹立つ。これ絶対そのうち暴れ出すやん。なにこれ。虫とか出てくるじゃん、虫とか。生まれるでしょ、そのうち。新たな生命が。頑張るっつってもさ、怖い、マジで怖い。でもさっきのもこめちょ、今音した？しました？今音。してない？してない？してない？した？してない？わかんない。もうなんかその、もう障害だ。俺もうダメだ。もう視覚がいかれてる。やべえ、雪村がいる。このどこかに、このエリアの、このコートのどこかに雪村誠一がいる。俺の五感が奪われてる、徐々に。雪村、おめえ、俺の五感を奪いやがって、この野郎。帰って早く俺の五感を。ちょ、怖い。なんか、いつ帰れんのこれ、もしかして。これさ、帰るっていう選択肢ないですか、もしかして。僕なんか定期的に帰りたくて、ここ来ちゃうんですけど。え、なんかチャカチャカしてる方。なんかもう、なんかやばい、もう雪村誠一やられてる。やばい、俺、雪村。いたよな、いたよな、ジャカジャカしてるよ絶対。え、してない？もう音に対して敏感だから俺マジで。もう今やばいよマジで。もう PUBG ガチ勢みたいになったの今。すごい PUBG ガチ勢かってぐらいに、ね、音に対して神経を使ってます今。なあ、どこに行ったらいいんだ、わからねえ。こいつ、こいつじゃない、もう最後の人はこいつしかない、マジで。お前じゃないんか。じゃあ一体絶対どこをどうすりゃいいんだっつーの、だっちゅーの。あー、いや、いや、もう、待って、いや、音が流れ、あ、よっ、お、お、音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 
何ドアがぐんぐんぐん、ドアがぐんぐんぐん、ドアが俺のボッキした。行った後のあんなの見たり、ひく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 したら、いやー待って、なにどうしたらいいの、どうしたらいいの、怖い、マジ怖い、あー、リアルロコ、やばい、食い取れる、やばい、あのワイヤーで食い取れる、ちょまんつ、やばい、マジもう、臨時のコードが消してる場合じゃない、なんかさ、いるんだよね、なんかさ、青白くなんかテカテカしてる、なんかその、すげえなんかその、なんか画面の青さ的にはすごいなんか HP 全開で最高みたいな、セーブデータみたいな感じの、なんか優しい光、そうや、これセーブデータみたいな優しい光やん。何を俺恐れてんだ、これセーブデータでしょ、音さえさ書き消しちまえばよ、このセーブデータみたいなもんや、優しい光ですよ、これも全て見ようぜ、しっかりとな、ありがとう、セーブデータセーブさせてもらおう、何も変わらん、何やこれ、ちょっともうほんまに無理、ほんま無理、俺の名前はほんま無理、何もかも否定し続ける男だ、メーター、俺の名は探偵ほんま無理、いやちょ怖い、何もないダイヤモンド、ルンルン、下ろさせてくれ、下に降りれないんですけど、なんでですか、これ助けてください、皆さん、人がいるかもしれない、何このかっこいい紋章、すごくない、なんかさ、なんかあれじゃない、心臓を叩けよみたいな、なんかその、わーらたさらビジョビエエゴパパ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 パ調査兵団に入ったからこれによって外に出ることができるんじゃね、もしかして壁の外に出ることを許されたんじゃない、調査兵団になったことによって、あーすごいすごいよ、俺が帰ろうとしたらさ、四つん這いのお化けやな、ほらーもうなんか人形さん、ここに持つよ、人形さんが下ろしてあげよう、あーやり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 、え、何これ何何うわ、本日も薄暗い中このゲームを実況していこうと思います、本当に嫌です、しかもなんか最初からみたいな感じですか、ちょっとこの間さ、なんか包丁が落ちるとこも見てたのさ、そこまで戻らないかん感じ、もしかして一からフラグ回収する感じ、これ一からフラグする回収する感じやん、やってらんねえ、マジかよ、はぁ、おいセーブ機能とかないんかい、ほらメンタ、ほら人形なんかやるって言うたけどさ、人形なませんくない、ほら、え、怖い、マジで、何来るん、何してくれんの、お前は、お前は一体何をしてくれるんだ、何もしねえ、何こいつ、思わせぶりすぎやろ、お前から何か物語が始まるって言われたけどさ、こうやって見ようやけどさ、お前のこと何も動かないよ、こいつ、はは、終わりだろこのゲームよ、積んだわ、もう積みまみた、ちょっと頼む、答えてくれ、おいイガラム、答えてくれ、イガラム、いやでも俺たちは、もう一緒にアラバスタ行ってよ、お前、その黒子だろ、お前。お前、アラバスタ王国救わなきゃいけないのに、イガラムどうした、お前、おい。魂抜かれちゃったイガラムが。洗脳されてるイガラムが、ノロノロビームからって動き遅くなってる。早く動いてくれ、イガラム。あ、今フラッグ回収したことになっとる。来たよ。あの、メンタルマーク消えたもん。だからヒントのところでもできました。動いてる、イガラムがこっちを見るようになってる。イガラム、俺が見えるのか、イガラム。イガラム、俺が見えるのか、わかったか、応答してくれ、イガラム。今すぐアラバスタ王国に行こう。はい、ナルト。で、ナルトね。はい、渦巻きナルトするやん。で、渦巻きナルトから、螺旋岩で俺が影分身してから全員で乱行パーティー。螺旋岩影分身乱行パーティーってことに。で、ここはシャキンだけで。シャキン来い来たー、どうもこんばんは。怖いけど、この後来ること何か分かってる、ラン、お前そこにいるんだな。ラン、待て、ランには、追いつけなかったな。ランをあのまま自殺させてしまった。俺の罪だ。ほら、ほんだ、シャカシャカした。シャカシャカしたよ、今。ほら、シャカシャカした。あ、違う、してない、え、シャカシャカしとる、絶対。誰シャカシャカしとるやつ、誰をシャカシャカポテト作っとるやつ、俺の近くで。誰だ、おい。マック立てたの、誰、この辺に。絶対誰かマック立てとるやん。シャカシャカポテト、うめえっつって、シャカシャカシャカって。やっぱコンソメ味最高だべっつってか作っとる。誰、
作っとるやつさ、こういうタイミングでそういうの作るのダメだよ。俺みたいな人間がね、俺みたいな臆病な人間が恐れてしまうから、その音を頼むわマジで。みんなで協力しようぜ。お前いつまでな目取られたもんな。帰ってこいよ。視力を失ってる。こいつ、ナルコ小吉と呼ぼう、こいつのこと。イガラムと呼ぶのやめて。目を失った瞬間に、こいつはイガラムからナルコ小吉へと進化する。ナルコくん、もう目がって、臆病を風に揺れ揺れ揺れる。たとえこの体、引きちぎれても。